自社で自社のデビュー作を修正しに来てる。そんくらい鮮烈な第一作だったんだよ。というわけで、未だに記憶に残ってる人も多いんじゃないかな。この形、フグミカンのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ギークゴルドの GK10S。ギークゴルドは、そのまま日本語に訳すと、オタクゲンや、特に、イギリスの小さな丘が連続する、木のない草原みたいな地形のことを指すらしい。このメーカー、オタクゲンやの名前の通り、非常に挑戦的で低価格な、GK10 を発表。このイヤホン、5000円程度で買えてしまい、しかも、珍妙な構成を持っていたことから話題になった。GK10 は1台の BA を搭載。これはわかる。中国系のブランドだと、この価格帯でも BA ドライバーを搭載していることはそう珍しくない。そこにダイナミックドライバーを組み合わせる定番の組み合わせ。そう、ここまでなら、なぜかダイナミックドライバーを3つ搭載。デビュー作から飛ばしすぎじゃない？最近は2ダイナミックドライバーにも市民権が得られ始めたんだけど、このドライバー構成もまた珍奇で、7ミリと8ミリのデュアルダイナミックドライバーなんだ。この時点で何が始まろうとしてるんだこれ？という、レイヤーの重ね放題っぷりなんだけど、さらにこのイヤホンは、ピエゾツイーターを搭載している、スワ、ナイス HCKNX7 の牙城を崩せる、より低価格なモデルなのか、とめちゃくちゃ期待されたんだけど、ピエゾも2枚、まかない飯じみた構成のイヤホンで、やりたい放題やってるのがこの GK10S だ。と、一瞬思っちゃうかもしれないけど、この手の安価で珍しい構成を採用したイヤホンは、いつも僕たちに驚きを与える、新しいアプローチのサウンドを提供してきた。きっと、今回も、新しい。新しすぎるわ。ギークゴルド GK10 は、たくさんのピエゾ、2倍のダイナミックドライバー、そして、おまけに BA まで備えたトライブリッドイヤホンの中で、最も安価なモデルの一つなんだけど、実は、この時期に発売された、ピエゾツイーター搭載モデルは、このタイプのドライバーを扱うのに慣れている、日本のインタイムを除いて、どこもかしこも、調整という言葉を忘れたような凶暴なモデルであることが多かった。この時期に、ほぼ同価格帯に存在していたライバルとして、センファーの DT6 シリーズがあるんだけど、DT6 はいきり散らかすピエゾツイーターと、重低音しか残ってないパワー系ダイナミックドライバーの極端なサウンドだった。ということは、同時期に近い価格で発売された、ギークゴルド GK10 はどんな音だった？GK10 は、ピエゾツイーターも BA もダイナミックドライバーも、しかも2倍入っていたんだけど、一つ大事なことを忘れていたようだった。そう、まともなネットワークボードだ。各ドライバーの主張が激しく、それぞれのドライバーがやりたい放題暴れた結果、音楽のようなものになっている。それが、この謎のブランドが送り出した謎のイヤホン。GK10 に対する感想だった。だが、あれから随分時間が経った。で、即落ちメーカーだと思われた、ギークゴルドは、まさかの同系統の強化新作を発表、一気に価格の跳ね上がった、よりなんでもかんでも積めばいいってもんじゃねえぞ、という仕上がりの、ギークゴルド GK100 の評判は概ね好印象。さらには、GK200 というモンスタークラスのイヤホンも販売する、今や実績のあるブランドだ、その状態で、初期作にして安価で手に取りやすい、GK10S を、もう一度しっかり再調整したものが、今回紹介する GK10S というわけだな。外装から見ていこう。GK10 と GK10S には、見分けるポイントがない。基本的にはチューニング変更品と思って良さそうだ。ただ、純正ケーブルは、以前のものがメッキ部分が黒だったのに対し、今回は鏡面風の銀色に変更になっている。ケーブルが付いていないと比較できないんだけど、それでもちょっと高級感を増す印象の違いを生み出すな。GK10 と GK10S の本体はほとんど同じで、スタビウッド系の表面フェイスプレートとそのフェイスプレートでカバーしきれない、不思議な本体となっている。まるで小さなタンクトップを身につけて、腹が収まってないおっさんのような印象を受けてしまう。ここは、スタビウッドにこだわらなくてもいいから、フェイスプレートがしっかり全体を覆うデザインに変更して欲しかったところだ。せっかく丁寧な仕事のフェイスプレート部分があるんだけど、その下のプラスケッキーな黒い本体素材が見えちゃうんだよな。もちろん、フェイスプレートが全体を覆わない、この挑戦的なデザインは、ギークゴルド GK100 などでは採用されていないので、ひとえにコスト的な問題によるものだと思う。さてさて、そんなわけで、いまいちな印象だった外装の仕上げまで、GK10 のままの1台。GK10 には、本体部品を接着するためのボンドが漏れ出ている。本体に使用されているパーツのバリがひどい。なんだったら本体の精度自体に言及するものや、表面加工の不備に言及するものなど、安価なイヤホンゆえに起きる不具合が多く報告されていた。実際この構成でこの価格となると、
発売された時期より遡った、まだ中華イヤホンの品質管理が、ガバガバを通り越して品質管理部門全員発芽すらしてない状況のレベルで作られていたと思わざるを得ない。2ピエゾ HBA にダイナミックドライバーを収めたこのイヤホンに、品質管理までをカバーできるコストはかけられていなかったからな。今回は、GK10S へのアップデートに伴い、基本的な価格が変更されたようだ。少し値段が上がっていると思うので、レビュー時のリンク先で確認してみてくれ。これが品質管理につながってくれていると嬉しい。さてさて、そんな風に外装に関しては、コストカットの影がちらつくどころか対応をも覆うような GK10 なんだけど、それでも、この GK10S の前身である GK10 は、みんなの記憶に残っているイヤホンだ。この価格で、この構成のイヤホンが聞ける、そのなんと素晴らしいことか。まあ、前作はこの構成のなんかやりたい放題なやつが聞けたわけなんだけど、今回届いた GK10S は、もっと青色が強かった前作の GK10 から、より本体に馴染むカラーのスタビウッドフェイスプレートに変更になってる。唐突な全く違う色合いの素材が、頑張ってスタビウッドつけました感を出していた GK10 とは異なり、今作は色合いの調和が取れているので、無理くりこのデザインでこしらえました感がない、より安定した印象を受けるな。パッケージデザイン感も何もないパッケージを開けると、前回と同様の、ポーチ、ケーブル、イヤーピースのパッケージがお目見え。いや、前作であまりユーザーから必要とされてなかったポーチが削減されてる。試写選択のコストカットと、そこに手間をかけないといけない部分への人件費の再配置が感じられる。あるいは単純に作ってる人の熟練度が上がっただけかもしれないけど。僕の GK10 は、もっと組み立てが荒くて、パーツの接着面の不備やら、しっかりとパーツが合っておらず、隙間が広かった印象なんだけど、今回の GK10S は、そういったビルド上の問題はないように見える。この価格でしっかり商品の形になっていることを喜ぼう。本当にそれくらい安いんだから。ケーブルの被膜も変更になったようだ。GK10 に付属してたものより柔らかい取り回しになっていて、チープ感が大きく減ってるし、しかも実用的になってる。とにかく、あのパッケージをあの価格で実現しようとしてた GK10 に対し、GK10S は、そこから反省点を洗い出しているのが伺えるぞ。さあ、それじゃあついに音色についてだ。GK10S の音色は、ピエゾツイーターの軽やかなサウンドを保ちつつも、まともになってる。そう、重要だからもっかい言う、まともになってる。GK10 の時には、ピエゾツイーターや BA キーンの、荒々しさが多く、その部分の荒さのせいで、他の部分が台無しになってしまうことも多いようなバランスだったんだけども、GK10S はそれらのバランスをしっかり見直していて、ピエゾツイーターらしい、金属弦の響きや、ピアノ、鶴の滑る音などを明瞭かつ冷たく表現できつつ、それ以外の音色にかぶらないし、音が刺さったり割れたりしないなど、GK10 の神経が届いていなくって、まあ、低価格モデルだし、と思ってた部分が、丸ごと一掃された印象だ。これは価格改定されても納得だし、製品名が変わって叱るべきだわ。音色としては、高音域にピエゾツイーターらしい鋭さがしっかりある。デュアルピエゾツイーターらしい、鋭さがどこまでも暴走していかない感もあって、ピエゾツイーター系の質感を前面に押し出しながら、刺さりや割れ、ビビリなどの、限界を超えて破綻する場面がない印象だ。中音域はドライ気味、というか、中高音域が目立つので、ボーカル帯よりも他の帯域が主役になっている感じかな？低音域はライバル機よりもサイズが小さいこともあって、ほどほどな印象だ。本機はデュアルダイナミックドライバーなので、低音域の量自体は少なくとも、しっかりと厚みのある量感は形成しているので、ピエゾツイーター領域を主張させつつ、しっかりとライブリッドらしい、低音域まで質感の取りこぼしがないあたり、明らかに GK10 から2ランクほど上がった印象だ。ピエゾ出したてのブランドの、冒険的な一本から、上級モデルのノウハウを吸収した、お安くそれらの本質を触れる、優秀なモデルに進化したぞ。外装も中身も変わっていないけれど、技術と統合度合いが上がったのは本当に重要だな。というわけで、GK10 と基本的には変わっていないはずなのに、その立ち位置は大きく変化したし、完成度も段違いの GK10S、しかるべきアップグレードだと思うけど、外装などの癖は GK10 のまま。ただ、音質に関しては、このチャンネルの1万円クラストライブリッドとして、登場以来評価し続けている、ナイス HCKNX7 の完成度に匹敵するものであり、ついに、面白いイヤホンから、音質で選ぶイヤホンの区切りに入った印象があるな。と、こんなところ。良いイヤホンになった、成長したな、と声をかけたい。GK100 などの成功は知っていたから、GK10S が、しっかりそのようなサウンドをフィードバックできるかが最重要ポイントだったんだけど、そこをしっかりクリアした、GK10S は、2024年からでも購入の価値ありだぞ。
と、言ったところで今回はここまで。君のおすすめ低価格トライブリッドはあるかな？よかったらコメント欄で教えてくれ。